お疲れ様です。9月5日朝6時の相場解説です。今日は木曜日ですね。あっという間に1週間過ぎますよね。本当に嫌になっちゃいますね。で、水木グループに入ったわけですけども、今回の水木グループは昨日反転しましてねじれが終わって、全時間軸が下落に向かってます。ね。日足も下落、4時間も下落、1時間も下落で揃いましたんで、基本的にはセルで今日はやっていけるんですよね。昨日もセルで大きな利益を取れる、そんな時間が始まってます。昨日ね、お話ししたのは、ヒゲ先のことだったんですけども、もう今日は繰り返しません。今日は注意すべき点っていうのは、それでもね、気をつけるべきゾーンってのがあるよってことなんですよ。まずここで考えられるゾーンってのが、前回の最安値、この辺りになりますけども、実体とヒゲ先を伸ばすとね、ここに抵抗体が、ゾーンができるわけですよ。だからここで多くの投資家さんは意識しまして、売りのポジションをね、ここで一旦解約する可能性があります。つまり、利益確定するわけですよ。そうなると、ポンと上に一旦跳ねるでしょ。N 字を書くようにしてまた降りるってこともありますけども、いずれにしてもこのゾーンみたいなところでは、こちらを見てね、投資家が決済する可能性があるんですよ。というのが、他の人が決済するだろうなと思うからなんですよ。で、FX オリガルヒではたまたまサイドサイドお見かけするんですけども、こういったなんかね、三角形ができますよね。正三角形みたいなのが、まあ、こういった理屈でできていくわけですけどもね、はい、1時間軸では今まさにこれを抜けるかどうかっていうところを見てるところです。だからもうちょっとしたら分かると思います。ちょっと日足の方から見てみましょうか。日足見てください。ここに抵抗体ゾーンがあるわけですよ。さらに言うと、このひげ先のところまでは用心しないといつ巻き戻されてもおかしくないようなエリアになってるわけですよ。ここがね、まあでも一旦ですけども、ここのゾーンを抜ければセルの方に出ても構わないと思いますよね。ただ短時間のうちに巻き戻される可能性があるっていうのを覚えておいてください。はい、で4時間です。4時間を見ると、ご覧のように、ここの抵抗体っていうのが分かりやすくなってるでしょ。実体からヒゲ先までを横に伸ばすと、今まさにこのゾーンに入ってるところなんですよ。前回ゾーンに入ったところっていうのはここだったんですけども、跳ね返ってここまで来ました。そうすると、同じところでね、跳ね返って、ここでは強く跳ね返って、上昇トレンドを一瞬見せたわけでしょ。移動平均線の上にローソク足がありますよね。で、こっからドカーンと落ちて移動平均線を再度かいくぐって、下落のトレンドに入ったのが、昨日の午後から今日にかけてですよ。で、今、ここに値動きが戻ってきてますので、また同じようにね、ここと同じように跳ねる可能性はあるよねってとこです。跳ねると言ってるわけじゃないですよ。ここで利益確定をする人が多いっていうことなんですよ。私も当然ここでポジション持っていたら利益確定しますよ。深夜だったんでね、ポジション持ってませんけども。これが日中だったら、一旦利確して 0.5 で追撃っていう風な、お話をしてたと思いますよ。となると、一旦上に上がって、追撃した人が多ければ、改めて突き抜けるってことはあります。ね。なんかヘッド&ショルダーみたいな形に見えますけども、これヘッド&ショルダーじゃないですからね。ですんで、このゾーンを警戒することと、あとは、ヒゲ先までは、長持ちしないことです。ね。だから5、6時間ほっとくっていうのはちょっと危ないんでね。抜けたとしても、ある程度の利益がね、10ピップスとか20ピップス見込めたら、そこで一旦決済すること、利益確定をして持ち去っていくことです。で、結局そういうことをする人が多いから、このヒゲの間は、早めに決済が進むかもしんないよと、ギッタンバッタン、上行ったり下行ったりがあるかもしんないよってことが警戒できるわけでしょ。うん、だからポジション持つんだったら、ある程度ね、こまめに見に来てくださいっていう、まあ、そんな、この4時間の解説になります。で、もう一回1時間の方見ますね。1時間の方はまさに、こちらの実体からヒゲ先を伸ばすと、今、ちょうどその渦中にいるわけですから、これがそのまんまね、あと数時間して抜けるようなら、抜けたのを確認してセルで入るってことはあります。ここは上級者でも何でも関係ありません。抜けないと入れないです。で、あんまり考えにくいんですけども、跳ね返ってね、上に行くってのもあるんですよ。まあもうここまで来たら考えられないんですけどね。そうなった際は、ライムの移動平均線、もしくは赤い移動平均線にぶつかって、また落ちてくる可能性がありますんで、ここまでもね、見ておきましょうねって話でございます。はい。熱々と語りましたけども、ね、言ってること、いつもと同じものばかりでしょ。ああ、それなんか何回も聞いたなってことばかりでしょ。その何回も聞いたことが、今回は結構、いろいろと組み合わさってるんで、複雑に見えるだけなんですよ。でも言ってる内容はいつもと同じです。ね。いつも同じことが、複数重なるからちょっとややこしく聞こえるだけなんでね。5分ほど話しましたけども、まあ、重要なことは、もうちょっと時間を待って抜けたらセルで入る。跳ね返ったらその時は先ほどお話したアクションに備えるってことです。それじゃあ。